スケナギ島は、香川県中田土郡多土津町にある島で、瀬戸内海に浮かぶ主枠諸島の一つ。スケナギ島付近の空中写真。1992年6月1日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。面積1.83平方キロメートル、周囲6.6キロメートル。 2021年時点の人口は60人弱。最高峰は248.52メートルの高登山。全域が香川県中田土郡多土津町大和助木に属し、集落は南部に本浦、北部に長崎がある。本、浦、長崎集落ともに梅墓と参り墓と呼ばれる両母生が残っていて、 長崎の梅墓は1965年4月3日に県の有形民族文化財に指定されている。郵便番号は764-0040。2010年8月18日に第六管区海上保安本部広島航空基地のベル 412EP 型ヘリコプター、秋鶴が同東と小島とを結ぶ送電線に接触して海に墜落するスケ柳島沖海保ヘリ墜落事故が 起きた。近年は、多くの地域猫が住む、猫の島として知られるようになっており、動物写真家、岩合光明も、岩合光明の世界猫歩き撮影のために、訪れている。透明の由来は、室町幕府第三大将軍、足利義満が、五福島山系の途中に強風に遭い、この島に避難すると風が和らいだので、早柳と呼んだのが変化したという説がある。 幕末の頃、数名の島民が、管理丸の乗組員に選ばれ勝つ回収らと共に、アメリカ合衆国産フランシスコに渡米。公開中に病を患い隠しした、平田富蔵の墓が乗り、レンジに残る。また坂本龍馬率いる、海援隊の志士として活躍したスケリュー工事は、いろは丸沈没事件当時のいろは丸の公会長を、務め、 長崎武行所選挙事件にも参加している。明治以降は東方にある無人島、小島とともに、中田の群馬、柳島村として存在した。1956年9月30日に、多戸津町に編入された。四国本土へのアクセスは多戸津汽船が運航するフェリーで、長崎港発、本浦港経由の多戸津港まで運航している。全便とも途中で高県島を経由する。 なお、本州からも、山陽汽船で毎週土曜日のみアクセスが可能である。現在は島内に小中学校はなく、カイロで本土の学校に通うことになる。ありがとうございます。